恐れずに立ち向かえ、悪い奴には愛と勇気を奪い取る。裏の魔の手打ち破れ、希望に満ちた紹介します。司法堂光くん、今日からこの2年 B 組に転入になりました。司法堂くん、みんなに挨拶を。司法堂です、よろしく。一人落ちんだらもう次のやつを転入させやがんのかよ。大した金儲け主義の学校だな。え、おめえもそう思うだろうが。おい、よう先生、俺の席あの後ろの空いてるところだろ。そうだけど。いや、おめえの席はよ、こないだ落ちにやがった野郎の席なんだぜ。せいぜいおめえも死なねえように気ぃつけなよ。そいつはどうもご丁寧に。今朝は随分とご丁寧な挨拶をしてくれたじゃねえか。ねえ、ちょっと顔貸してくれよ。なんだこいつ。頭おかしいんとちゃうか。いや、わりわり、あんたがあんまりにもパターン通りのセリフを使うからさ。どうした、驚いて声も出ねえのか。ゴミさんはよ、中学の時空手の全国大会で準決勝まで行かれたことがあるんだぜ。はあ、じゃあ準決勝で負けちゃったんだ。バカ野郎、ゴミさんが一番気にしてることを。へい、ただで蹴れると思うなよ。いい加減になさい。あなたたちがいるとみんなが不愉快になるわ。さっさと教室から出てって。弥生ったらやめなさいよ。話して。みんなもみんなよ。こんな人たちの好きにさせておいていいの？新しくクラスメートになった人が困っているのに見て見ぬふりするわけ？お先に。
皆さんお冷たいですね。せっかく生徒会の副会長さんが自ら正義感を振るってくださったのにね。ちょうどいいや、椎名さんよ。前々からあんたにはいろいろとお礼をせにはなんねえと思ってたんだ。や、弥生、逃げなきゃ。そうはいかねえぜ。こんないい機会を逃すほど俺たちはアマちゃんじゃねえんだよ。先生呼ぶわよ。バキュン。最高。おっと。ずいぶんと好き勝手なことを並べ立ててくれたじゃねえか。どうしたい、先みてにわめき立ててみろよ。やめてよ、けがらわしい。かる。てか、痛かったら泣いてみろよ。てめえ何の丸だ。か弱い女の子が体張ってかばってくれたんだ。ここで黙ってちゃ男をやめなきゃなんねえべ。てめえ痛かったろ。手の甲にあるツボを刺したからね。やるわ。そこまでよ、ゴミ君。先行。くそ。ゴミさん。ちっ、このままで済むと思うなよ。椎名さん、椎名さん、大丈夫？はい。ちっ、今日は二度も女に助けられちまったぜ。バカなこと言ってないで、椎名さんを早く保健室へ連れて行きなさい。そんなこと言ったって、俺今日この学校に来たばかりで何も。私が案内します。大丈夫？司法堂君、あなたはちゃんと家まで送るのよ。なんでそんなこと。当たり前でしょ。帰り道に彼らに待ち伏せでもされたらどうするの。はいはい、わかりましたよ。ない、初日から派手なことしちゃう。仕方ないだろ、この場合。光る。大丈夫かよ、おぶってってやろうか。あ、いえ大丈夫です。あの、さっきはありがとう。いや、礼を言うのはこっちさ。あの人たちいつも勝手なことばかりして、なのにクラスの誰一人として。ま、今はどこの学校もそんなもんさ。うちの学校私立でしょ。裏口入学とか多いらしくて、中学の時からの札付きがゴロゴロしてるの。学校の中に蛇国会なんて組織まで作っちゃってね。その番長があのゴミ君ってわけなの。学校の中だけじゃなくて外でも恐喝とか暴行とか、そこら辺の暴力団より立ちが悪いって。もっともほとんど表沙汰にはならないけどね。ゴミ君のお父さん、いわゆるこの町の権力者なのに。この広い公園も、駅前の商店街も、うちの学校だってそう。この町では誰一人逆らう者はいないわ、教師も含めてね。なるほどね。でもね、私たちだって何もしてないわけじゃないのよ。私たちは私たちなりに学校を良くしようって生徒会でだって。減らないか、ハンバーガーでも食っていこうぜ。俺おごっちゃうからさ。すっかり暗くなっちまったな。ねえ、うん、あのさ、私ちょっと帰る前にうちに電話しときたいんだけど。ああそうか、うちの人を心配するもんな。お、あそこにあるぜ。じゃあちょっと待ってて。はいよ。
うん、私遅くなってごめん。今から帰ります。え、うん、お友達と一緒。うん、うん、あ、違うったら。うん、じゃあね。俺の後についてこい。行くぞ。いたぞ、こっちだ。一体何事なの。そんなことはこっちが聞きたいね。待て待て、やろう。どこ行きやがった。さあ、この辺に隠れてやる知恵で、スターゼ。あそこだ。探し物なら手伝ってやろうか。やろう。いつの間に。降りてこい。降りてってもいいの。後悔すると思うぜ。バカ野郎、寝言抜かしてるんじゃねえよ。てめえ頭おかしいじゃねえか。飛んだ。やった。このクソガキ、やっちまえ。言ったろ、後悔するってさ。このままで済むと思うなよ。この町でゴミさんに逆らって生きていけたやついねえんだ。やっぱゴミの差し金か。つくづくパターンな男だな。帰ってゴミに伝えな、漫画ばっか読んでねえで、たまには教科書でも読めってな。じゃ、お大事に。おはよう。あ、おはようございます。昨日は大変だったらしいね。え、いえ別に。よう、おはよう。司法堂君。なんだね君は、両徳の生徒かい。うちは高速でバイクでの通学は。というわけですので、この頭の硬そうなお兄さんは。あ、こちらは天草四郎さん、うちの学校の生徒会長さんよ。へえ、どうりで。あ、俺司法堂って言います。昨日転校してきたばっかなんで、よろしく。あ、とにかくあの学校だけで5人も立て続けに自殺者が出ているんだ。普通じゃねえ、うん、それも調べてみたんだけどね、やっぱりみんないじめに遭ってたみたいよ。あの学校に奴らが入り込んでいるのは間違いねえ。あとどうやって尻尾をつかむかだな。やはりゴミたちが。安住、悪いけどこれからあいつらの様子を探ってきてくれないか。私が。光はどうするのよ。うん、ちょっと気になるやつがいるんだ。俺はそいつを当たる。いらっしゃい。マスター、ここに来ればゴミ君がいるって聞いてきたんだけど。あなたは警察の人ですか。出なかったらあまり深入りしない方がいいですよ。
帰っちゃったのかな。うちを抜け出すのに時間かかっちゃったもんね。こともないさ。異空間に出入りするのは貴様らだけの能力でもない。そろそろあんたもその暑苦しい仮面を外したらどうだい、天草。いや、ウラーさんよ。ようやく正体を現したか。一体何者だ。決まってるだろ、正義の味方さ。小賢しは、天草、貴様は己の欲望のために多くの若者を自殺に追いやった。
許さん。レック、学園特捜光オン。うぬり、と ビームガン。皆さん、スパルオン！異空間に閉じ込められている。救出に行ってくれ。オッケー。行くぞ、リボルジョンボンバー。仲間のために、若さのために、恐れずに立ち向かえ、悪い奴にはな心を踏みにじられ、魂までも奪われた若者の怒りと苦しみ、今この俺が晴らす。ジャスティス・ブレイド、おじゃんじ、行くぞ、ジョン。ジャスト・ワン・ブレイク。シーナ君。あ、はい。おっせ、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 声が小さい。
よし、わっせ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 、行こうか。あら、椎名さんにお別れしていかなくていいのかな。おい、あー光る、光る音の活躍で邪教集団ウラーの野望がまた一つ阻止された。若者たちの純粋な心を守れ、烈空学園特捜光る音。明日のために夢と希望を